知念くん大丈夫ですか。まあ、知念やっぱすごい。任せた。知念が着るから似合う。知念という時間は二つのグループ。知念くんの甘えん坊。甘えん坊を。まあ、知念がちょっと甘えん坊だっていうのはまあ有名な話だと思うんですけど。知念が僕のことを財布って言うようになってきたんですよ。知念に俺財布って言われてるんですよ。僕に至ってはもう名前じゃない、知念の財布って書かれました。次から知念の財布はきっと優也に変わるでしょう。知念がケツ触ってるんですけど。そうですね、たまに知念の悪口を言ってこのチワはちょっと知念に似てません？あ、似てる似てる。ジャガバタ作ったの？よくできたね。よくできたね、ちっちゃん。頑張ったやつ。かわいいでしょ。うちの知念くんでした。知念も、はい、もっとなんかプクプクしてたんですよ、顔が。なんか男っぽくシャープになって。平成ジャンプの山田涼介くんが大好きです。ありがとうございます。お前は知念だろ。そこで山田くんなんで座れなかったの今。いや、知念にやられましたね。知念にやられた。さすがこのゲームやりたいって言っただけありますよ。あの今部屋すぎて皆さんこうパキッとなってますよね。ちょっと知念の手バーッと叩いちゃって。ちょっと待って、知念に焼き奉行させないでくんない。や、知念、うちらのチーム誰も料理できないから知念がすげえひたすら焼いてくれる。珍しいんだからね、ああやってダミの前に立つ知念。セブンで箱根行った時以来だよ。じゃあ知念行ってらっしゃい。行ってくるよ。頑張ってね。待ってるぜ。うん、もうここは僕が絶対的に信頼を置いてる、エース知念優里に任せたいと思います。出ました。知念行こうか。よいしょ、ね、知念くん、ここ一番の勘は彼が一番するので、ね、なるほどなるほど。知念を信じますよ、ずっと。嬉しいわ。あ、じゃあ知念君が代表していきますか。信頼関係がね、うん、あるからやっぱり。ではない、でもね、こっちに知念がいるから。そうだよ、ね、動物チームには。なんかここがやっぱこうキーになってる。動物チームが勝った方がいい方で。俺はそう思うな。大田君、はい、できますか。いや、知念いますから大丈夫です。お前頑張れよ。お前広い廊下長っ。知念これバク転何回できるかな。すげえ。20回全部見てた。山ちゃんどうなった。まずゆうやがここになるでしょ。でここでつけていってってなってマイクに知念がうわーって。勘で伊勢海老をさばけた。知念が家に来た時にお友達もらった伊勢海老があったんですよ、はいはい、でお腹が減ったから食べようってことになって、はい、でも僕伊勢海老さばいたことないんですけど、はい、噛んでいけるかなと思ったら、はい、いけちゃいましたね。いけちゃう。一人作ってない。うん、それ自分で食べんの。いやでも俺知念とか結構食べさせてるというかこう、お母さんなの。帰りたくなったよ。まあでもその時知念もいたんですけど、みんな帰りたくなっちゃってて。知念とはこの前お台場に、うん、2人でドライブに行きましたし、知念と2人でやってたじゃないですか、こう展示会みたいなの。それ2人で行って。あ、そうなんだ。まあ知念つまんなそうにしてました。知念君も興味があったわけではないんだ。僕がちょっと行こうよ。これ攻撃していい知念にも、うんうんうん、じゃあまずね、言い分がある。そう、俺ん家に知念が遊びに来たわけ、はい、知念がいきなりなんかこうやり始めたんですよ、これを。ね、あ、知念もそれやるんだ。俺も一人の時やってるって言ったら、なんかあたかも俺だけがやってるみたいな話だったから、まあ、なんか知念と、まあなんか時々来たりするんですよ。全く絵文字がないんですよね。知念くん？そう、感情が分かんないんです。え、絵文字使わないの？いや、なんかめんどくさい。言ってやれよ、言ってやれ。ここにいるだろ、一番倒したいやつが。おい、知念見とけよ。いや、見れないのよ。恥ずかしめるな。もう映らない、もう次行って次行って。走ったらどっちが速いの？多分知念です。飛び箱とかは？飛び箱も多分知念です。まあ今年は打倒知念で行こうかなと。ああ、そうだ。いいね、見たいね。ここはちょっとライバルね、水を開けられちゃったもんね。ええ、それ、うん、先で知念ってやつだけ分かんないですよね。あんまり、うん、面識ないから。でもやたら絡んでくるなこの子と思って。その時深々と挨拶されてましたね。うん、よくわからない、つかめないですね、まだ。
仲良くなれそうですか？ちょっと無理かな。知念はまあ毎日のように会ってますけど、あの子も本当に可愛い子で、弟みたいな同い年ですけど感じで見ちゃうんですね。そしてユーリ、ユーリはもう一つの、ね、NYC というメンバーでも一緒ですから、言うことほとんどないですけど、いつまでも可愛いキャラでいてください。